やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今日は、渋谷から配信をしていきたいと思います。いや、なかなかめっちゃ混んでるよ。さて、なかなかのあれですね。本当に一人で歩いてる人なんていないからさ。そして今回の企画というかやることなんだけど、わらしべをやっていこうと思います。なので皆さん、視聴者とつかんぎです。今回はチョコをね、3つ持ってます。チョコから、2、3時間の配信でわらしべをしていったら最終的にどんなプレゼントになってるのかという企画でございます。コインチョコと交換してもいいよという方はどうぞ取ってきてください。僕とプレゼント交換をしましょう。はい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 、あれあれあれ、スターさんです。そうですよ。わ、ちょうどだった。どうも、今始まったばっかりなんですよ。 CR ストアからガン出しました。そうか、ストアに何買ったのそれ。ダルマとモノのキーチェーン買ってた。ああ、なるほどね。ファンなの。そうです。まあさ、俺配信でさ、はい、わらしべ長者やってるの。ちょっと待ってね。まずお前らの了承が得ないとダメなんだよ。これ1個と何か交換してほしいなと思って、何か交換できるものないですか。これでやったら私です。何かどっちが好きとかある。どっちが好き、どっちも好きなんですよね。あれダメだったらダメでいいんだけど。いっちゃう。じゃあモンドで。待って、モンドの黄色で交換。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい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 、写真撮ってもいいですよ。いいですよ。はい、じゃあ今このコイン見せてあげて。はい、このチョコのコインとルルンのパックを交換しました。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう、わざわざ来てくれて。俺突然来ちゃったんで。うん、いいよ、全然なくても大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。一応これがあるんですけど、爪切り。おもろいおもろい。ドンキの爪切り？はい。いつ使ったか分かんない。一番わらしべっぽいわ。それを交換しよう。あ、おもろい。いいよ、いいよ。いいね、わらしべっぽい。ありがとうございます。ありがとう、来てくれて。何？ちょっと待って。ワンピースカード無限に。ちょっと欲しいな。わらしべだからさ、そのさ、今俺がもらったものの中から交換しないといけないんだよね。こちらになるわけですよ。モンドの CL のキーホルダーとルールのパックとこれドンキの爪切り、あと使用済みっす。この中に何が欲しい。これで。ありがとうございます。怪しいやつなんで。じゃあモンドのもうキーホルダー、モンドごめん。モンドさん、内容によってはね、それを上回る可能性もあるもんな。かもしれないんで。ありがとう、交換成立です。ありがとうございます。いいですか。いいですよ、いいですよ。荷物遠くね。いや、ちょっと遠くから来てて、来てて2時間ぐらい待ってました。マジごめんね。はい、これですね。じゃん、ローレンを預かってきて。なるほどね、ローレンとイブ。お、ルルルのパック。はい、ルルのパック。知らん視聴者の使用済みの爪切り。え、あとワンピースカードが5個。どれでもいいっすよ。どれでもいい。じゃあ、ルルルンのパックは。あ、じゃあ、ルルルンのパックで交換してくれる。はい。え、マジ2個もくれるの。全然。マジ。もう1個。あ、でけえ。ちょっと待って、ちゃんとちゃんとわらしべなってってるわ。見て、さっきのルルルンのパックがこの3体に化けました。ローレンとチビイブとデカイブ。これ安いよね、買ったんですよ。買ったら。いや、これあるんだけど、どっちがいい。この爪切りが今のところ、ワンピースのカード。夢かも、夢。はい、このぬいぐるみをいただきました。これグレード上がってる。ありがとうございます。お、ネックレス。ちょっと見せてあげて。あのネックレスがあるんですよ。このそのハーモニカになってるんですよ。何？ちゃんとネックレスなんですけど、うん、つけるんですよ。これは素晴らしいね。じゃあこれとわらしべ成立で、これと
ありがとうございます。あ、もうないこの、うん、ポーチか。さっき入ったロングブーツか。待ってね、ってもまだちょっとぬくもりがあるじゃねえかよ。いけますか。すごいヒールが、やだ痛くて、ヒールがすごいね。ハーモニカいい、ハーモニカじゃん、ハーモニカね。さっき俺吹いちゃったけど、全然いいです、ありがとうございます。はい、脱ぎたての、そう、今日履いたばっかりの、ビチビチ二十歳の、ビチビチ二十歳の、待って、情報持ってた、二十歳の新品のロングブーツ、入れてきました。さっき、クリスマスマーケットに行ってきて、クリスマスマーケットね、マグカップに、なんですよ、今どんぐらいですか。今、20歳の子が履いてるビチビチロングブーツ、それと、知らんやつの爪切り。そう、爪切りですか。ここで、ここで爪切り消化してんの。え、マジ嬉しいわ。もらえないとか、はい、いいですか。ありがとう。マグカップを新品のやついただきました。はい、ありがとう。何も持ってたの。ひなのごめん。いや、ひなのもらいました。これはいいですね。20歳の女の子の履きたてのブーツ。マグカップも履く。マグカップね。ちょっとこれ困るね。いいよ。ああ、なるほど。はいはいはい。これとディズニーの、あーとこれなんかチョコクランチかな、とクロノワールいただきました。私でじゃあここ、この3体さよならということで、ありがとう。はい、いいな。多すぎだ。ちょっと待って。じゃあ歩きながらやる予定だったんだけどな。すごい人なんだけど、渋谷のクリスマスやべえぞ。で、思想は自由なんだ。思想は自由なんで大丈夫です。すんげー人だな、マジで盛り上がっちゃってんな。はい、ベッド整理手伝うんで。いいんじゃない、ここで。ここ分邪魔になんなそう。はずいって、はずいって。今場所を移動してきました。今あるのがクロノア、ディズニーのチョコクランチセット、これ。はい、ヒナーノの、あのマグカップとか置くやつね。で、最後これ、はい、ドン・キホーテのフラン入って20歳の女の子のブーツ、ロングブーツです。はい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 、はい、今もらったのが、シーアレスター多いんだけど、ジャス・リオンのキーホルダーとラッシュの石鹸いただきました。これが欲しいんだって。クロノアさよならだ。下がってる。リオンか、やめろ。リオン、え、別にリオンって人気だよね。人気だよね。人気ですよ。やめろよ。で、はい、どうぞ。うわー。クロノアセット。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガンダム。価格です。これ。これ何？色紙？色紙。原神の色紙です。原神の色紙だって。今あるのが、原神の色紙と、ギナーノのマークアップと、ジャスリアン、ここセット。ジャスリアン。何を持ってきたの。いや、そんな欲しいって言われても、欲しいって言われてお前の持ってきてるものにするよ。待って、モバイルバッテリーはちょっとわらしべっぽいな。ジャスリオンはね、今俺の中の一等品なのよ。こっちでない、こっちはどっちかでモバイルバッテリー交換してくんない。それか、あれセットにつけるよ。あのブーツ。大丈夫です。いろんなブーツセットに入れます。頼む。バッテリーが欲しい。いや、こっちね。マジ？いや、ありがとう。ありがとう。お前のバッテリーいただきました。なんかカツアゲみたいになってる。大丈夫だ。お前のモバイルバッテリー対戦するから。誰とも交換しない、俺は。オーケー。約束だからね。これの後に出すの本当に遅い。特急ジムって呼んでるんですけど、今。はい。2週間前に別れた彼氏のあげる予定だったクリスマスプレゼント。クリスマスに渡す予定だったけど、2週間前に別れた彼氏へのプレゼントです。プレゼントね。中身何なの？ネクタイピンです。ネクタイピンか。
モバイルバッテリーと交換しない？いらないんですか？これモバイルバッテリー交換しない？はい、モバイルバッテリーあげる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあネクタイピいただきました。はい、嬉しいです。開けたかったら開けても大丈夫。わかりました。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はいはいはい。マドレーヌか、はい、ハイライト。マドレーヌかハイライト。お前興味あんじゃねえの？え？これ20歳の女の子の今日新品だったの1回履いただけのほかほかのブーツ。まだあったかみがある。いやまだあったかいよ。いやいらない。でかくない？いらない。じゃあこれしかないわ。じゃあヒナーの。お前履いない。これお前のタバコとヒナーの同等だと思うなよ。お前こんないいよ。はい、やったー。はい、タバコ新品。はい、新品のタバコ。オルメラ買ってきてくれたんだ。じゃあこれタバコとも貸して。いいかもね。それ元彼が吸ってたやつ。ちょっと嫌。それがこれかな。2週間前に別れたらしいんだけど。何？ネクタイピン。彼氏にあげる予定だったんだけど。ちょっと待って、ネクタイピン。流す。流して。オッケー。じゃあネクタイピン。呪物はあなたにあげるから。呪物。はい。呪物とオルメル君。ゲットしました。ありがとうございます。何持ってきてくれたの？お家にある渡せそうなもの。これしかないわ。え、何これ？タバコ。はい、ありがとうございます。じゃあこれ交換で。ふたさん、もう1個ふたさんの私というものプレゼントがありまして。あ、俺に？そう。え、イヤカフ。めっちゃ嬉しいんだけど。俺よくつけてるもんね。この前ケンキさんと本気の時、アクセサリー欲しいって言ってたことがちゃんと見てくれてんじゃんとか、ちゃんとのプレゼントで嬉しいんだけど。そう、またね。はい。これ、あったかいわ。あったかい、ありがとう。ありがとうございます。これね、これどっちか、オルメル君かアヒルの人形か。アヒルもらえた。マジ、ありがとう。じゃあアヒル持ってって。大事に。いや絶対渡さない。絶対渡さない。大丈夫。誰にも渡さないね。どうも。出た。また CR ストラや。モルメル君とチーカワ。チーカワ。キャラ通りだ。会社できた。あげる。じゃあ有坂もらうね。チーカワと有坂交換しました。あ、いや。ごめんね、さっきの子。おいおいおい。なるほどね、なるほどね。合わなかったんだ。どうして交換したい？どうして交換したい？これ有坂で開けるよ。有坂開ける。有坂ってこれ何カートンっていうの？これってワンカートン。ワンカートン。これがワンカートンいただきました。すごない？はい、またね。ありがとう。お前欲しそうな顔してんな。ほっ、これおお多いな。すごい、虹フェスのやつだ。これわかんないけど、レアのやつなの。レアです。レアなんだ。じゃあ何が欲しい？いや、もう本当に。え？オルメル君好きになってくれ。はい。はい、というわけで、オルメル君とフワ君のキラカードを交換しました。やった。何ですか？何でもいいよ。お、キングヌー。ワラスベっぽい。ワラスベっぽいわ。え、何がいい？お前タバコ吸う？吸い始めたなら最高のスタートを切るじゃん。今日からまたいいよ。じゃあまるまる1カートンとキングルーの CD を今交換いたしました。どうも、ありがとう。なんか2つくらい持ってきたんですけど。いいね、いいね、うん、いいね、うん、いい、いいよ。君、私が分かってるよ。23センチのブーツ似合いますかね、お嬢さん。どうぞ。ちょっと靴ください。はい。あ、入りました。入った？どう？サイズ感は？大丈夫？どこだ？セリティ？マジ？じゃあこれをあなたにプレゼントします。サイズぴったりだったな。ありがとうね。またね。はい、英雄だな、君は。どうも、ありがとう、来てて。なんやこれ。ちょっと待って、親和性がさ、お前これ
これをさ、これとこれ持ってきたらさ、これ目貼れねえだろ、あのアルバムやべえだろ、これ貼ってくれみたいになるやん。貼ってください。貼るか、剥がれなくなるから。はい、どうぞ。はい、引き取ってもらっていいですか。どうぞ、どうぞ。らしい。いや、はい、マジか。それがいい。キングヌーの CD で。はい、どうぞ。キングヌーの CD あげます。新品のイヤホンと、無印のヘアバンドセットで。でかくなってってる。素晴らしい。素晴らしいよ。こんにちは。大丈夫？荷物が多いよ。うん、我慢と。ネックレスね、ありがとう、ありがとうね。じゃあチーカー持ってって。いらねえんだ、チーカーは全然興味ねえの。まだでいいです。あ、まだでいいの？まだでいいよ。いや、取ってよ。いやいやいや、もらった方も先に入れちゃってください。あ、確かに、入れ物にするわ。お前、俺をゴミ箱にするなよ。閉めないといけない。お、これね、はい、でも終わったんだよね、これ終わったもんね。ああ、そっか、来年に使えるか。不安になったはあるよ。え、行きますか。ほら、いいよ、いいよ。無事です、ね、ありがとう。もらいました。前へ前へ。さっき持ってきたよね。何？おい、え、これめっちゃいいんじゃない。マスクできなかったらカービィ。マジ、これセットでいい。セットでいい。袋ごともらっていい。あ、袋ごと。これ二ついただきました。これ何が欲しい。これ、これはセットなんだけど、それじゃないっすね。こちら一等級ジャスリオンいいっすか。ジャスリオン回っていいっすか。じゃあこれ、これとジャスリオン出します。どうぞ。こんばんは。なんやこれ。チキン高校生。なんやなんやなんやこれ。ダウンダウンくれるの。これもいらねえダウン。いいよいいよ、いらねえダウンだったら交換してあげる。これは、それが良かった。これが良かったの。これじゃあ2人で飲んで。いいよ、いらねえダウンとか。これだって俺詐欺られてる。待って、一回検閲入るわ。あ、詐欺らしい、ダメだって。ダメだ、詐欺らしい。いや、ダメだ。どうも、どうも。おお。何も、どうだそれ。ジャックダニエル欲しくて。何これ。ジン、ジン、ジン、うん、4800円。いいかもしれない。お前これ信じるわ。よっしゃ。え、いや、ちょっとね、なんか自分で使うと思ったんだけど。え、これは喜ぶ。使うよ。もういいかなと思って。G840KD。 俺も使ってます、これ。これ俺も使ってます。え、お前、お前惜しむなよ。お前出したくねえなってかわすんなよ。ありがとう、マジで。いや、もう嬉しいです。ありがとうね、来てくれて。どうも。お、出た。できたんですよ、バニラのキーホルダーね。いいよ。ありがとうございます。いいよ。これ価値がある。マイちゃんだからね。あ、もう嬉しいよ。はい。え？シャネル？シャネルだったらもう何でもよ。これ。マジ？マジ？これもバッグ持ってたよ。セット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 。じゃあもらえる。ありがとう。シャネルのハイライトいただきました。優しい。すごい詐欺しちゃったよ。あ、目の前に行っちゃった。ごめんごめん。はい、どうも。こんにちは。北海道から来て、ちょっとお買い物が。全然いいよ、全然いいよ。北海道の冬も耐えれる。目に合ってた手袋。北海道の冬も耐えれる、はい、いいね。手袋と。需要的に上げていいと思うんだけど、これはね、今の時期重宝するから俺の判断で、ね、交換してあげる。わかりました、ありがとうございます。いいよ。バニーの気持ちあげる。写真も。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。かぶっちゃうんですか。え、それいいやつじゃない。じゃあそこそこあるから。マジ一応現役で使ってるやつです。うん、これしかもあの線つなげなくても充電できるやつ。そうだね、置くやつだね。あんこいいよ。酒ありだよね。これいいやん。いいよ、いいよ。お酒持ってきなさい。ありがとうございます。いいよ。はい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 、はい、どうもいつもお願いします。あら、嬉しいです。僕も結構戦争、あの、非売品でめっちゃいいやつなんですよ。これで、ファッションショーの一瞬元気なんで、うん、これ怪しいな、お前。怪しいぞ。これ分からんな。価値が分かんないんだよね。もう一つ選択肢があるんですよ。いや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 、あの、未完成のグーブキング。それは面白い。
はい、あげる。ありがとうございます。景品当たったやつだって、ポチタとかに。待って、これいつだよ、これ。この前のファイナルで買いました。ファイナルのデスクマット？いや、柱っていうブランドキャップ。柱のブランドキャップ。悪くないけどね。はい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 、ワラシベっぽいの持ってきたね。ジップシャツっていうの？ジップシャツ、デスクマット、これめっちゃいい、これ引かれる人多いと思う。これなんだっけ、頭のキャップ、これめっちゃいい、俺が普通に欲しい。どうも、やってる人が逮捕されます。どうもどうも。自分の模型に片付けてたし、何オープンの全館セットと。こっちが全館で、うん、ここら辺がキャラブックと、イラストの総集編みたいな。すごいやん、すごいの持ってきたやん。アニメ一気のなんかと、サンシャイン池袋まで行った。すごいアクスタ、見て。何このアクスタ。何それ。プレボーのゲームがあったんですよ、この。で、限定品のタペストリーです。タペストリー？ミクの水着です。見て。おい、すげえ。もうね、全部あげます。季節真逆なんですけど、うん、もうね、すべてを言いきました。ありがとう。いや、最近でもパソコン買ったんで、その KDA のマジ、いいよ、どうぞ。 KDA のマット、贈呈します。ありがとうございます。今、うちで一番いいかな。すげえの手に入ったわ。すげえの手に入ったわ。どうも、おいおい、どうした。あはははやったね。待ってください、1万ペア入ってますね。やったね。どうぞ、これそれもらいますね。はい、ありがとうございます。写真撮って、いいよ、撮りましょう。お、これいいんじゃない。どんぐらいの価値か分かんないけど、どんぐらいしたの。そうだよね、1万円ぐらいするよね。マジ。え、さあこれさ、俺甘えさせてもらって、ルービックキューブと交換して。1万円超えの香水と、わけのわかんないセンストルビッキュー交換です。ありがとう。あのね、あともうちょっとでクリアできるから。こんな感じなんだよ。これ謎の形状、謎の状態だから。おっと、これちょっとね、これ査定出すわ。はい、視聴者頼む。再録なんでかなり安いやつですね。はい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 、ポケモンカードね。ほっ、これはちょっと個人的に手が高いな。単純にアーセナルの2021年2021シーズンのユニフォームと、あとこちら僕が3回しか履いてない、ナイキのスパイクです。え、マジマジ。こちらゲーセンで撮ってた。うわ有馬かな。俺有馬好きなんだよな。いい、はい、いいよ。じゃあこれ持ってってください、はい、ありがとね、はい、アースのセットと、有馬からのフィギュア、はい、いただきます。はい、一応これだけ広げてもらって。なるほど、レディースなんですけど、うちに可愛いやん。可愛いよ、イケアのサメちゃん。これさ、際どいんだけど、これイケアのサメちゃん、ティア高いんだけどさ、このジージャンと、これ9000円だって。これ、イケアのサメって何やすんの ?3000円。いいよ。じゃあサメちゃんあげる。はい、お、悪くないの、新品です。悪くないの。お前さ、将来の嫁さんのために指輪いらん？僕ですか。将来の嫁さんは必要だよね、これ。先月彼女と別れたんです。そうか、はい、それなんで別れたの。贈り物が足りてないの。そうっすね、マジで。それ渡してきます。渡してきて、渡してきます。はい、ありがとうございます。じゃあこれホロライブもらうよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。最近角書きとも一緒にゲームしたんだね。できたのが日本の What?いや、でも、これディオール好きだから。本当ですか？嬉しいよ。じゃあ、ホロライブ持ってってもらっていい？ホロライブいいですよ。効果的。いいですよ。ディオールのハンドジェルと、ホロライブの T シャツ。
も。映してもらっていいですか。はい、こんな感じで撮らせていただいてます。映ってるかな。映らないですかね。ちょっと明るいから。頑張って、はい、頑張ってください。ありがとうございます。サッカー部です。覚えてるよ。覚えてるよ。いらない。いらないな。負け馬券。これ逆だったら20万。あ、そうか。そう。もっといいものが今日持ってこれた。そうなんだよな。負け馬券もついてます。初めて行きましょう。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。あ、そうなんだ。入社の会ね。楽しいんだね。そう、楽しいました。めっちゃ。これ、ローレン出していいの？ローレン出していいの？あと、クトさんのライブ行ったんですよ。はい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 。ペンライト。はいはい。競馬とかって興味ある？うん、競馬とかって興味あるよね、やっぱり。競馬とかって興味あるよね。あ、まあ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 、将来やるかもしれない。そうだよね、これがきっかけになるかもしれないからさ、負け馬券もついてるんだよね。うん、はい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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アロマキャンドル使って、はい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 、来年のスケジュールと、うん、ね、もう全然もうさ横流しになっちゃうけど、ローレンのこれ、はい、アクスタとこれ、はいはい、と交換でいい。はい、ありがとうございます。コーチから来てて、あ、お疲れ様。できたのがメンズのパジャマになる予定だったナイキのパーカー。わらしべ投稿関係なくさ、やっぱり回りもんだからさ、物っていうのは今必要なんだよね。今 7% しかなくて、よし、あげる。その充電器あげる。いいよ。どうも。すげえ、すげえ。ワンカード？よし、今の子にもらったお前をベンズのパーカーをあげる。消えるじゃない？ベンズって言ってよ。うん。はい。タバコワンカード。どうも、こんにちは。安いのじゃなかった。白ワイン。おお。白ワインね。じいちゃんの鏡すっごい。じいちゃんの鏡ここで放出すんの？いや、これは絶対に渡さない。マジっすか？これは俺が大切に扱う。何と交換したい？さっきのタバコ一箱です。ああ、いいよ。ほら、いい、お前にタバコワンカートあげる。マジか。あと僕職業舞台監督なんで。え、マジで？はい、頂戴します。イベントやってる時に、はい、なんか言ってくるわ。お願いします。白ワインと、おじいちゃんの形見いただきました。こんにちは。何ですかこれ。ありがとう。ドライヤー欲しいわ。この汚い財布いらない？いらない？これわかんないんだけど、俺これ汚い財布いらない。アロマキャンドル2個と、はい、これスケジュール帳。これいいんじゃない？これめっちゃいいでしょ。はい、使ってください。ドライヤーと交換です。はい、うん、なんかシルバニアファミリーのキッチンセット。キッチンセット。あとローレンの CD。 ローレンの CD できました。ちょっとローレンの CD は欲しいかも。マジでお願いなんだけど、はい、これ白ワイン欲しい。あ、でも年齢的に私まだ16歳で酒飲めなくて全然ダメ。ごめんね。16歳なの？ちょっと16歳。あのさ、はい、16歳に押し付けちゃった。ディオールの欲しいです。そう、ハンドジェルだって。めっちゃ欲しい。16歳とかもうディオールとか一番欲しいでしょ。欲しいです。いいですか？いいよ、あげるよ。はい、どうぞ。やった、ありがとうございます。ディオールのハンドジェルあげます。嬉しい。使ってください。じゃあ、あとキッチンセット一貫性なさすぎだろ。何やこれ。どうもどうもどうも。買ってきたのなんですけど。何それ。トラベルセットで。トラベルセット。あ、これ、まあ、特急事務通で、え、去年彼女の誕生日に渡して、誕生日前に別れたんで家で保管してた。なるほどね。物は、うん、いいです。い
いいんだよね。はい、中に牛が入ってるんですけど名前が彫ってあります知らない女の名前が入った牛が入ってます。なるほどね、はい、出したいな。それは俺が何かしらと交換したいけど必ず。嬉しいです。ローレンの CD とローレンのアクスタどう、はい、お願いします。あ、オッケー、いいよ。すいません、持ってってくれ、持ってってくれ。じゃあこれすいません。名前ちなみになんて書いたの。水木って書いてます。終わりですか。終わりました。ありがとう、いいえ、助かったよ。ちょっとまとめに入らせていただきます。というわけで、わらしべ企画はこれにて終わりたいと思います。ちょっとゆっくり歩きながらちまちま人と交換しようと思ったんだけど、いろんな人が来てくれて物がすごい集まってしまったんで、持ち帰るのがちょっと怪しいんで、最終結果の方を発表したいと思います。一番最初が、チョコのコインですね。1枚50円の、チョココインから始まりました。最終的にはこんな感じになりました。ドン、はい、プロテイン、あとこれドライヤーですね。これ多分 2,3 万ぐらいするやつだから、パナソニックだし。そして水木っていう名前が入ったジョンマスターオーガニックの7000円ぐらいのトラベルセット、サッカーオタクからシューズとアニマちゃん、そしてアーセナルのユニフォーム、これ高いんじゃないかな。アーセナル5等分の花嫁オタクから5等分の花嫁全館セットプラスタペストリーにバカテカアクスタとなりました。で、差し入れが多数と。というわけで、クリスマスイブのストミジャパンの、わらしべ配信でした。メリークリスマス、合ってるかな。明日も言うけど、明日も言うけどね、メリークリスマスイブ。じゃあね、バイバーイ。